じゃあ最後の質問になりました、今日も。あ、ちょ、欲しい婚約指輪があるが、彼にとって高すぎるという、このね、次の質問に行きたいかと思います。米はね、ライスはわかると思うんだけど、日本語じゃないとダメなのよ。なんつうの。ひらがなというかさ、ああ、刀ね。刀でも微妙だな。ちょっとハードル上がるよね。忍者の忍ちゃんとかね。でも、忍ってさ、あんまり感じがあれだよね。まあでも、いるか、忍ちゃんっているもんね。意外と忍ちゃんっていいかもね。小田切、忍ちゃん。舞はね、多分知らないと思うんだよね。じゃあ、続きいきたいと思います。何？ベイちゃんって。ベイちゃんって何？剣。男の子だったらね、ありかもね。剣。いや、知らないと思うな、でも剣も。刀だったら、あ、でもどうだな、それも。いや、ちょ、最後の質問いきますね。チャンサツライブ。アサギさん、いつもライブ配信楽しく拝見しております。初めて質問させてください。この度結婚の話があり、彼が婚約指輪を買ってくれようとしています。何度かお店を見て回りましたが、私が欲しいものが彼にとっては高すぎるようです。彼は買えない額面ではないが、この先の結婚にまつわる出費を考えると難しいかもしれないと言っています。私は買ってほしいという思いがありますが、それによって彼が我慢をする形になるのは違うのではと思っています。かといって私が我慢する形になるのも嫌です。また、彼の貯金が私より少ないことが分かり、だったら高額だよなと思ったり、私は悩んだら高い方を買う、本当に欲しいものを買う、妥協しないというポリシーですが、私の価値観を彼に押し付けるのは違うなと思うので悩んでいます。話し合いを重ねていますが、アサイさんから何かアドバイスいただけるとありがたいです。という質問をいただいております。アサヒさん、ハリー・ウィンストンいつ買うの？私、ハリー・ウィンストンがお店に入ってみたかっただけで、入っていろいろ見た結果、あんまり私の好みではない、好みではないというか、いや、あんなに高級なものに好みも何もないんですけど、結構シンプルなデザインが多くて、私、正直そんなにジュエリーに興味がないので、ちょっとしばらく買わないかなっていう結論になりました。指輪いつも自分で買ってる。ちょっと、うちの旦那もお金なくて私が買って旦那が私に毎月返済してたよ。ですって。ですね。私もね、普通に我慢する必要はないと思う。だって特に一生もんだし、ここで質問者さんが、妥協した指輪を選ぶのって、マジで誰もハッピーにならないと思うんですよね。だって彼だって、質問者さんが欲しいものを買ってあげたいだろうし、質問者さんもさ、なんか、こんな妥協したわって一生思いながらね、指輪と付き合うのも嫌でしょうし、なんかもう欲しいって思っちゃったら、多分ね、これ選択肢としてはぶっちゃけその欲しい指輪を買うしかないと思うんですよ。今後の結婚生活の幸せっていうことを考えていくと。そう、私、そう、あんまりちょっと私ね、ちょっとね、高級すぎというか上品すぎというか、なんか私そんなさ、なんつうのかな、ハイソな人間じゃないからさ。ねえ、もうちょっと、例えばだけど、シャネルのピアスとか私よくしてて、すごい気に入ってんだけど、シャネルドンみたいな感じの方が、多分私に合うんじゃないかなと思って。ねえ、そう、二人でね、お金出すのがいいよね、やっぱりね。そう。普通に、なんで二人お金出さないんだろうね。彼にローン組んでもらうか？ローンはね、もっとあれだよ。なんか世の中の人って、結構借金とかさ、ローンとかさ、まあ家はすごいローン、家とか車ではバンバンローン組むのに、なんか普通のそういう生活費とかさ、なんつうの、消耗品とかそういうのでローン組むのはすごい、こう躊躇する傾向にあるけど、例えばなんか整形したいけどお金がありませんとか悩んでる人とかさ、結婚式本当はここでしたいけどお金がないからとかで、妥協したりした人すごい多いけど、なんか普通にローン組めばいいじゃんって私は思っちゃうんだよね。だってさ、例えば、その、
ブライダルローンとかだと結構金利もね、かなり安いものいっぱいあるし、普通に婚約指輪で例えば10%ぐらいのローン組んだとしても、100万のものが110万になるだけじゃないですか。良くないですか？みたいな。で、時間でお金を買ってるんだよね。時間でお金を買ってる？お金を時間、お金で時間を買ってるのか。そうそうそう。だからたまるまで待つ時間とかも本当にもったいないと思うから、先に手に入れちゃって後から返そうが、先に貯めて後から買おうが、一緒じゃないですか。でもそれだったら、特にこう指輪みたいなもの、まあパソコンとか何でも、つうかまあ世の中のもの何でもそうなんだけど、欲しいものってね、後回しにしててもマジでいいこと一個もなくて、欲しいと思った瞬間に、買った方がね、何でもね、整形にしてもパソコンにしても何でも、その後、買ったものの利益を享受できる期間って長くなるでしょ？だから絶対、全部欲しいと思った瞬間に買うのが一番なのよ、本当に。欲しいと思った瞬間に欲しいと思ったものを買う。もうこれ以外の選択肢はないんで、まずもう、ここをね、ここをそもそも迷わないっていうの大事だよね、本当に。そうそうそう。ねえ、なんだろう、男の人に買ってもらおうって思い込む。私もオーダーしてまで買ったけど、全然二人ともつけてないから。で、そういえば思い出した、私、婚約指輪も最初なんか自分はあんまつけないだろうなと思って、別にいらないしなと思って、高君に。婚約指輪もったいなくないみたいな。私多分そんなつけないと思うし、なんか結婚指輪とかも、なんかその分、なんか旅行でも行って、そっち使った方が良くないとか、高君に聞いたら、高君に、それはどうかな、それはどうかなって言われて、すごい否定はしないんですよ。いや、そんなの変だよとか言わなくて、それはどうかなってすごい言うから、あ、そっか、じゃあやっぱり買うことにするかって思って、で、でもなんか、でもやっぱりそこにお金使いたくないから、私は。だからなるべく、それなりに見えるけども、全然高くない、日本ダイヤモンド貿易っていう なんかすごい、ハイクオリティな、ダイヤモンドがめちゃめちゃ安く買える、銀座の外れのお店に 行きまして。で、すごい安く、いい感じの、指輪作って、すっごいハッピーだったんだけど、しかもデザインも高くしてくれて、すっごい気に入ってたんだけど、最初の2年ぐらいしか全然してないっていう。ねえ、そういうもんですよね。そう、そう、今はただ感じても、そうそう、数年後は変わってる。そうそう、絶対ね、安いものを買ってね、本当得することってないからさ、多分、先のこと、彼は、この先の結婚にまつわる出費を考えると難しいって、もうちょっと不安を感じてるだけだから、なんとかなるよ、みたいな。その時はなんか私も貯金下ろすしとか言えば済む話のような気がするけどね。そう。ね、婚約指輪全然つけないよね。整 形でローン組む人いっぱいいるようだって。ね。いっそ婚約指輪をやめて最高に欲しい結婚指輪するとか。そういうのもありだよね。買ってもらわなきゃダメっていう枠を外してみる。本当そうだよね。指輪じゃなくてピアスにしたら前につけてるよ。なるほどね。そう、指輪ってなんかさ、邪魔なんだよね。はっきり言って。ピアスはね、可愛いけどね。ね、我慢すべきって考え良くないよね。結婚後もじゃんじゃん婚約指輪つけて、これ本当にお気に入り、大好きって言い続けるのが10年後にスイート券を買ってもらえる秘訣なので、超お気に入りを買うことをお勧めしたい。なるほど。すごい。なるほどね。確かに、まあ確かにこれされたらね、買ってあげたいなっていうね、10年経ったしっていう気持ちになるよね。確かに。私はスイート券はじゃあ諦めることにします。だって絶対買ってもつけないもんね。でもじゃあピアスにしようかな、私も。スイート10は。ね。欲しいもの欲しい時に買う。欲求や直感を無視しない。そう、本当、本当これ。なるほど。指輪じゃなくてネックレスにした。こういうのもあるんだね。そうそうそう。御徒町にもあるところ、銀座にもあるんだよね。そう、安いから買うとね、そう、本当に後で後悔するからね、欲しいものあんな買った方がいい。本当に。可愛いでしょ？それはどうかな？可愛すぎるよね。夫の結婚指輪をうっかりなくした。そういえばそうだ、高木も確か結婚指輪なくしてた。ね、そう。ね、ジュリちゃん戦略的ですね。じゃあそんなわけで、今日も質問答えていきました。たくさんね、コメントでもみんな盛り上げてくれてありがとうございます。